ないものの出会いもここにおられた奇跡ありがとう。ちょっと今から体重測っていきます。来るよ。どうぞ。来い。ちょっとね、昨日の夜ね、勉強しながらヨーグルト食べてたんですよ。ヨーグルトの茶碗を昨日洗うの忘れてて、今から洗っていこうと思います。いつもお世話になってます。実家にいる時からお母さんにやらされてたんで得意ですね。はい、あとこの黄色い手袋、ゴム手袋、お気に入りです。結構入念に洗うタイプなんで、自分北海道だよ。すごい降ってる。おはようございます。ちょっと見てください、この雪。今朝食向かってるんですけど、こう窓開けた瞬間に北海道、もう北海道、びっくり、めちゃくちゃ降ってる。なまら寒いし、やだよ、もう冷たい北海道。やっぱ雪とか見たらふるさとを思い出すっていうか、やっと育ててくれたお母さんが今一人で北海道にいたり、すごい。元気だもん。かわいい。すごいけど、この体勢。喧嘩しないの。名前紹介します。この黒い方がゴンゾーで、この白い方がシモ。今これから練習で練習場に向かってるんですけど、10時からで練習が今9時40分。急げ、マジやばい。降る雪が全部メルティーキスならいいのになっちゃうねん、いいのになっちゃうねん。急げよ、まつげに。やだよ、こんな見る雪、周りの雪やばいよ。ほら、もう考えられません。
あ、オッケー。はい、今練習終わって家に帰ってるところなんですけど、今日やっぱこの雨なんで室内で軽めの1時間弱ぐらいの練習だったんですけど、内容はボール回ししてアジリティダッシュ系入れてもう終了だったんですけど、そんな感じですね。はい、怖い、名前怖い。おかえり、今ね、お昼ご飯食べに食堂向かってるんですけど、もう寒い、さっきシャワー入ったのに体冷えちゃうよ。今からね、英語の勉強をしていくんだけど、いつも夕飯から夜ご飯まで時間結構あるから勉強してるんだよね。ちょっとその様子を見ていただけたら嬉しいね。靴下が片方ない。One sock is missing. One sock is missing. 探して誰か。そんな感じだね。これでみんなも覚えたね。One sock missing. One sock is missing. もう耐えられない。もう耐えられないよ。I can't stand it. 靴下片方なくてもう耐えられない。One sock is missing. I can't stand it. もう耐えられないよ。やだよ。物が腐りました。果物が腐りました。早めに食べて、もう早めに食べて。 The fruit went bad. The fruit went bad. 今夜ご飯食べに食堂向かってます。めっちゃ寒い、めっちゃ寒い。もう今マイナスだよ多分気温。北海道だよ。ちょっとね、もうそろで、てかもう着きました。うん、うまい、うまい。